はいどうも皆さんこんにちは、ゆきです。さあ、今日もですね、ビットコイン、インサリアム、リップル、GM アグミシンボル GM、えー、サンドバックスのね、6名柄、チャートも析していきますので、ぜひ最後まで気軽にお付き合いでいただけたらなというところでありますが、えー、本日がですね、2月の16日水曜日、時間がですね、午前11時15分で、これてき日うの動画を撮影しております。今日皆さんに元気と。 チャート分析をお届けしてまいりますよ。ということでですね、僕のチャンネルでは皆さんのチャート分析に役立ち情報を日々配信しておりますので、今日の動画を見て参考になったためになったら面白かったななんて思っていただいた方は、ぜひぜひチャンネル登録ボタン、そしてグッドボタン押してね、応援の方よろしくお願いいたします。はい、あとはですね、えー、チャート分析に使っている仮想通貨取引所は僕のおす,すめしている仮想通貨取引所バイビットでございます。バナナに使ったことがない人、えー、もしくはですね、えー、もう一個講座解説してみようかななんて思っている方はですね、ぜひですね、こちらも動画の概要欄、えー、一番上にバイビットの口座解説というのは UR、L えー、つけております そちらのリンクから講座,講座解説の方、ぜひよろしくお願いいたします。あとですね、えー、少しお待ちを、えー、動画概要欄今拾いた方がいらっしゃると思うんですが、一番下までご覧ください。えー、チャプターつけておりますので、えー、もしですね、オープニングトークなどなど、えー、話が長くなる場合がございますので、えー、そのあたりをですね、スキップしたい、もしくはもう好きな銘柄が決まっている。でもその銘柄のチャート分析だけは俺は見たいんだっていう方はですね、そちらの、えー、チャプターを使ってね、えー、好きな銘柄のチャート分析まで、えー、ワンタッチでスキップしていただくことも可能となっておりますので、僕の動画ですね、皆さんの好きなように、えー、好きなタイミングで、 えー、楽しんでいただけたらなというふうに思いますのでそちらもぜひご活躍くださいよということでございます。はい、ということでね、早速ね、今日もね、始めていこうかなというふうに思いますが、今日は特にね、えー、オープニング動画がございませんので、そのまま、えー、さらっと、えー、ビットコインのチャートの席に入っていこうかなと思います。えー、今日はですね、えー、いつもね、喋って、喋って、喋りたくった結果、後で、えー、サムネイル作るんですよ。で、サムネイルの、もう、喋、えー、ってから、 こういうサムネイルに、今日の話のないタこのサムネイルかな、なんて感じで作る,作るんですが、もう今日は決まってたので、<laughs> 決まってたりというか、もうテーマこれでしかなかったので、えー、あらかじめ決まっております、えー、サムネイルに書いてあるでしょう。えー、警戒区域と、えー、いうことでですね、えー、そろそろですね、警戒区域の方に、えー、ビットコイン、インサイレム、リップル、この3銘柄は入ってきておりますので、えー 上がりました。もうここまではもう完全に予定調和というかもう予想通りというか、えー、分析通りの上がり方でしたここから先ですね、えー、注意しないといけないポイントなどなどございますのでぜひですね、えー、参考にしていただけたらなというふうに思いますあ,、えー、とあくまでですね僕のチャート分析は僕の好きなように追いかきをして、えー、僕の経験上であったりとか、えー、過去に、えー、皆さんがね作り上げてきたこのチャート部、えー、チャートパターンですねこういったものを用いてチャート分析していきますので、えー、参考にするもよし え楽しむ、えー、僕のトークを楽しむだけでもよし、えー、好きなようにですね、えー、情報は用法より守って、正しくお付き合い、お使いいただけたらなと思います。はい で、僕ね、これね、ちょっとね、あのー、なんか質問的なことが来たので答えておくと、チャートパターンは僕はね、あのー、足関係なくどこにでも出ると思ってます。と例えば、えー、月足、週足、日足もうぜ、もう確実に出てくるし、時間でも4時間に、えー、12時間4時間とかね、もう何でも出てくるし、分足でも15分、えー、5分、1分ってなってくると、やっぱりね、 あのー、メンタルの部分が入り込めないスピード感なのであまりやっぱ出づらくはなってくるんですけどあまあまあそれでも出るかなっていうところまあただ、えー、と威力が変わってくると思ってください突き足レベルでや,やっぱりねチャートパターンが出るとかなり強い、えー、イメージかなって僕は思ってますで飼い、えー、足に落ちていけばいくほど威力がまあ、えー、ち 小さくく。なっていくまあんでかっていうとサイズ感もちっちゃくなるじゃないですか、えー、5分足で出たダ,ダブルトップまあ大きさにもよりますけどまあ5分足で確認できるレベルの、えー、ダブルトップやとまあそれなりの大きさなわけですよ4500ドル幅ぐらいとかもしくはもう200ドル幅とかのダブルトップになると思うんですけどそうなると200ドル幅ぐらいしか、まあ、威力的には落ちないわけですよねけど4時間足とか冷やしになってくると数千ドル 1000ドル以上数千ドルなえやったら1万ドル分ぐらいのダブルトップとかいう形の威力になってくるのでそうすると1万ドル以上の下落が予想できるよねっていう形になるので威力が大きくなるという感じで僕は考えておりますのでまあこのあたりはね是非参考にしていただけたらと思うんですが、えー、チャートパターンですね僕は、えー、過去の人たちがですよ 最初はこんな感じだったと思うね。えー、み、こうチャートをずっと追っててね。あれなんかこの形を見るな、みたいな、あのフ,フラクテリ、フラクタル的な感じですよ。この形を見るな、逆三尊三尊的なものもそうやし、ダブルトップ、えーえー、ダブルトップ、ダブルボトムね。もそうやし、ね、三角持ち合いもそうやし、なんかこのチャートパターン、このチャートの動き方見てたら、次こうなるよね、みたいなことが多分最初はそうやったと思うね。で、徐々にそれがずっと続いてくるから、 あれこれやっぱりみんな見とった方がいいよだからダブルボトムと名付けようみたいなねダブルトップと名付けようみたいなね感じになってきたと思うよ。ってことはやっぱりそこのの中にもう人の心理が入ってるわけですよね逆三層を作る心理ダブルトップを作る心理っていうのがもうすでに入ってるわけでじゃなかったら今もなおですよね何百年何千年か何千年はないか何百年とねあの語り継がれてきてないわけで。 うん、っていうことで僕はチャートパターンっていうのをま持ちながらねチャート分析をしてるんですがまあ、これに関しても見解はもうあまたありますしこれに対して正解不正解っていうのがないので、ね、おあの僕のあくまで解釈として捉えてくださいだからあそういう考え方もあるんだって捉えれる人は僕はねこの後も伸びていくと思うけどそれは間違っているとかねそれは違うっていう方は多分こっから先ね何かどっかで壁にぶつかるんじゃないかなっていうふうに思ってますのでできたらまあトレードって、えー、チ,ャートパチャート分析ってね頭を柔軟にできる で,ればできるほど。 もうタコみたいな感じにした。できればできるほど、やっぱりね、あのー、上達していくと思うし、えー、柔軟な発想っていうのができるようになってくるので、シナリオの作り方とかもね、えー、まあ、柔軟に対応できるようになるんじゃないかなというふうに思いますので、ぜひこのあたりはねあの、僕のこれも経験談やけど、あのー、ぜひ参考にしていただけたらというふうに思います。はい。ではまあ、全然オープニングトークっていうか、あの全然ピットコインのチャート分析せえへんってなったと思うけど、今からチャート分析に入っていきます。はい。で、何が警戒区域に入ったかっていうと、えー、見てください。ただいまですね、逆三尊のねクライにジャストミ ですね。じゃスピーッとしており,おりますね。はい。なのでえ、ここからはいつも言ってますね。直近の高値に対してはダブルトップ警戒しなあかんねやでっていうのは言ってますね。なので、ここのダブルトップに警戒です。ということですね。はい。なので、えー、ネックラインが大体、ま、25EMA と、ま、絡みティしてくるのかなっていうところになりますが、だいたいネックラインが4 1600というところになりますので、このままもしね、えー、せっかく雲の中に入っていい方向ではあるんやで、雲の中に入れたっていうのはすごくいい、えー、兆候ではありますが、ここからもしね、押し、えー を作られて、4万1600っていうところを割ってくると、えー、このですねトレンドラインの割れトレンドライン割れプラス水平線のダブルトップのネックライン割れっていう形になりますので、えー、一時下落を余儀なくされるんじゃないかなと。 いうところですねそうなった場合は、この後はね、もうパターンはもう言ってありますので、あの基本的には一緒。えー、ここ終わった後は、一旦ね、これはもう一旦3万九千、えー、4、500から200、まあ3万九千割れまでのサポートを見ると、3万9千、500から3万九千割れまでのサポートを見ていくと。これに関しては、直近の高値に対する、えー、レジサポ転換というところまで見れるので、ここはもう確実にダブ、いくらダブルトップが決まったからとて、えー、見,見過ごせないサポートライン。なので、ここは注目と。 はい、でその後は、えー、3万6,000まで見ていきますが3万6,000まで落ちてきた場合は、えー、もしねサポートがあったとしても一時的な反発を取っていくイメージになってくるんだよというところですね。はい、これに関しては3尊、えー、ンンですねダブルトップ型ダブルトップが頭を作る3尊ンンヘッドショルダーという形になりますので、えー、ここを、えー もしね、取れるのであれば短期のロングを取って、で、左肩ぐらい、えっと、同寝体ぐらいで、利確を検討して、次は落ちてきたところ、まあ、ショートを取るか、はたまた3ゾーンが決まるのかどうか、もしくはダブルボトムを作って否定するのかどうかっていうところまで見ていきつつ、割れたら、ショートをメインで取っていくし、ここでサポートされてダブルボトムを作るんであれば、もしくはね、ここから先、横横するっていう可能性まで加味しないといけない。要は、右肩のラインから横横、レンジを組んでくるっていうパターンもありますから、利確を挟みつつ、ね、 えー、ダブルボトムもあるのであれば、えー、そ,その、えー、ネックラインまではレロングで取っていくで上抜けたら、えー、今度は大きくロングを取りたいなみたいな感じで考えていくという形でまあもうだいぶもうこれで <laughs> ここまで言ってたらまあ簡単な単純な時間軸でも僕3月初旬ぐらいまでの内容を言ってもてるからもう明日の動画取らんでいいのかっていう形になっちゃうけどまあこれぐらいまで見ておけば、えー、簡単にね、えー、次の、えー、方向性っていうのは想定できるような、えー 想定できるようになってくるんじゃないかなというふうには思います。はい。まあ、僕は日足を見てるだけでこの辺まではえある程度。 ざっくりですけど流れっていうのを想定しながらで4時間足、1時間足と落としながらそのね対,対,極対局対、えー、主流ですね主流に乗って、えー、チャート分析を落とし込んでいくみたいな感じで僕はチャート分析してますはいなので今ね冷やしレベルでの、えー、環境認識っていうのはこんなところで一応ね直近の高値である4 5500とかこの辺りを上抜けてくるようであれば、まあ、そのままブレイクアウトですね、えー、ブレイクアップウェイクミアップということで、えー、このまま雲の上抜け、えー、も絡んできますからかなりまあ強い、えー、ビットコインが返ってくるんじゃないかななんていう いう,ふうにも思っておりますはいなので、まあ、この辺りは期待もしつつ、えー、ダブルトップを組む、で、ダブルトップを否定する形でダブルボトムが出てくる。ねで、ネックラインがだいいたまあ45,500っていう形になってますから、えー、でね、なおかつ右のおたまたまというところもあって、逆算像も確定というところでがっつり上がってくるのを期待しつつ見ていこうよという感じが冷やしレベルね。でございます。上はそんなところ。 はい、で、今現状が、えー、4時間しで見ていきますが、こんなところ、まあ、中期的な感じね、短期から中期のて、えー、中期の目線を決めていこうという感じですね。はい、で、えー、きっちりですね、冷やしの、えー、ネックラインでビッタ止まりというところですね、まあ、上着が出てるものの、で、直近の、えー、4時間視レベルの高値である4万5600から4万5800くらい、このあたりまでは到達できずに下落というところですね、下落というか、まあ、陰線が出てきていますよというところでございます。はい、で、ここからですね、僕は、えー、基本的にはお締め想定でございます、ここに関して さっきの言ってた冷やしレベルでのダブルボトム、えー、ダブルトップが決まる前の、えー、否定型でのダブルボトムを見るまでは基本的には、えー、強めな、えー、強気な上,上目線という感じで僕は見ておりますなので基本的に4時間足1時間しては拾う場所を探していくという形で見ていきますはいなのでここからですね見ていくとまずは4時間足の25位目こことのかりが出てきてますし、えー、なおかつですねよいしょこの赤のトレンドラインこれはねよいしょ 冷やしですね トレンドラインとかチャネルの加減ですね。冷やしのチャネルの加減になるんですけど、この辺りのサポートっていうところも絡んできますので、まあ、ここに関しては、えー、やっぱりサポートは見ていきたい。で、なおかつ、えー、4時間足の 25EM a との絡みミていもあるっていうことも考えると、まあ、確実に見ておいた方がいいポイントになるんじゃないかなっていうところですね。なので、まあ、たい4万3000、えー、300、400ぐらいかな。うん、この辺りまで落ちてきたら、えー、拾いたいなーっていう感じです。拾いたいなぁですね。はい。で、なおかつですね、雲のねじれもあるので、これに目かけて下がってくるっていうことは、 よくよくありますので、まあ、この辺りはしっかりとケアしていきたいというところですね。押し目は拾っていく想定。25位目の乖離を埋めた時のサポート1回目のサポートは要チェックとこのまま抜けてくる可能性っていうのがありますから。まあ、そこに関してはダブル。次はダブルボトムのえー。 そこですね。そこ付近で拾っていくことを考えるんですが、その前にですね、もう一本、ちょっと1時間しで見ていきます。さっきの4時間足ね、今から1時間足。ここはね、絶対外せないっていうところが、このピンクのラインですね、ピンクの水平線。ここに関しては僕はもう確実に、えー、拾い想定で見ていきます。えー、サポート。 レジスタンス、レジスタンス、レジスタンスですね。サポレジ転換が3点3点で起こっているポイントに、えー、そのね、えー、時4時間足の 25EMA 終わった後は、ここまで到達しますから、えー、っとしますからというか、する可能性があるので、ここに関しては、ここに関しても拾い想定。42,700ぐらいですね。ここに関しては、1時間足の 200EMA と、そのレジサポ転換を3点ずつされてるね、えー、かなり、えー、意識されたであろうポイントに、えー、到達しますので、ここに関しては十分拾っていっていいでしょうというところです。はい、42,700というところを拾った場合は、えー、必ずですね、 直近の高四万4500ていうところは一度利確検討もしくは部分的に利確をしましょう。利確は正義でございます。え、利益を積むことによって皆さんの資金は潤っていくわけですから。えー、含み益っていうのは何も皆さんを、えー、気持ちはよくします。うん。あのー、今川さんに言うとこは一応もうなんかはやら,流行らせたいみたいだから、あの今川さんに言うとくと気持ちいいらしいです。気持ちいいになるらしいんで、ここに関しては、えー、含み益で気持ちいいだけではなく、しっかりと利益は持って帰りましょうっていうところですね。まあ例えばけど、半分利確する。で、基本的には僕の中では上、 目線なので、まあ、例えば3分の1利確しといてある程度の、ね、利益は、えー、取った上で、えー、ここを終わるまではもう握りつぶしたるでぐらいの気持ちでもいいと思うけど、まあ、それは人それぞれのね、えー、見方、えー、目線っていうのがあるから自分のシナリオっていうのを信じて、えー、もし、えー、そこまでの上っていうふうな予想ではないのであればここはもう全額利確のポイントになるしね、はい、っていう感じで見といていただけたらいいんじゃないかなと思いますちょっと、えー、時間前後して申し訳ないんだけど一度また四時間足に戻しますでさっき言ってた、えー、ピンクの線ですねピンクの水平線4万27800、えー、この辺り 割ってきた場合は、えー、さっきの言ったポイント、えー、トレンドラインですね、えー、日足で引いていたトレンドラインの、えー、割れるかどうかという局面に来ますので、4万1300であったりとか、4万1500で、まあ、4万1000台かな、このあたりがサポートラインとして見ておくべきポイントになってくるでしょうというところでございます。はい、で、えー、このまま上抜けていく場合は、ここに関しては今、ポジション取れません、今、ポジションない人に関してはね、なんでかというと、どっちにも背が低い、えー、遠すぎるから。 うんえー、ショートに関しても一旦下がってきてしまってるので入りづらい。で、えー、ロングって言われると、えー、もうある程度ここまで伸びきってきてますから、この4時間足のダブルボトムっていう威力に関しては、もう出し切ってると思います。で、考えると、ここからロングは厳しいとなってきますので、基本的には44,500、この辺りを上抜けてからの押し目をロングしていくっていう形が、まあ、ベストかなと。もしもう一段ちょっと安心したいと、安杯でいきたいっていう形であれば、45,500ですね。この辺りを上抜けるまで待ってもらって、こうなってくると、えー 1時間足で引いてたチャンネルの中に回帰という形になるし、日足の、ごめんなさい、直近の4時間足の最高値ですね、この辺りを上抜けてくる形になるので、基本的にはブレイクアウトという形ですね、ウェイクミアップという形になりますので、この辺りはチャンネルの加減だったりとか、この水平線の4万5500、この辺りをサポートにして、ロングを取っていくっていう形になるんじゃないかなというふうに思いますので、この辺りまでね、ケアしながら、皆さんのシナリオ作りにお役立ていただけたらいいんじゃないかなというふうに思います。いでは続きまして、イサリアム。 では、では、イーサリアムですが、イーサリアムに関しても、冷やしてみたらね、ちょうど大体、まあ、ちょっと右肩下がりの逆三存のネックラインまで到達してるんだよっていうところは見てもらえたらわかると思います。この黄色いラインですね。黄色いライン。うん。こうですね。ここを上抜けてくると、この逆三存決まりやでっていうところと、なおかつ冷やしレベルの 200EMA をぶち抜いていく形になりますので、ここに関してはやっぱりね、強気な感じに切り替わっていく。まあ、要はトレンド転換するような形になるんじゃないかなと。 いいうところでございます、まあ、実際、もう冷やしレベルで今ね、短期的に見たら一山目、二山目とできてきてて、安値の切り上げが3点、高値の切り上げが2点来てますから、このまま次のね、この山で高値を切り上げていけるんであれば、もう冷やしレベルでは完全に上昇トレンドという形になっても、と言っても過言ではないかなというふうに思いますので、このあたりはぜひね、参考にしながら、環境認識というか、状況というのを把握しておいていただけたらいいんじゃないかなというふうに思います。はい なので、まあ一応、えっ、ー、とー、ちょっと待ってよ。最近ね、ラインがね、なんか1本2本残るよね。消えへん時はあるね。はい。で、大体まあ、どこ抜けたらっていう感じですけど、上抜けたらっていうところは3200ですね。3200上抜けからは結構チャンスが広がるかなと思いますが、まあ一応直近の高値である、 3万4000、三万、3400、ここですね。ここは一応チェックポイントとはなりますので、まあ、安全に行きたい、安泰、ちょっとこうリスクヘッジしていきたいなっていう感じ。まあ、ほんまは3200があ上抜けって感じになんねんけど、僕の見方で行くとね。はい、ただまあ3400っていう直近の高値があるから、えー、ロングを、えー、今から取りたいというのはちょっと難しいけど、えー、取っていくんやったら3200の上抜きから3200の 落ちてきたところをトレンドラインプラス3ン逆3ンのネックラインここを背にロングっていう形にもなるしもしそこがちょっと怖いなって怖いな怖いなっていうね稲川の純爺さんが出てくるんやったら3400の上抜けからのロングを狙っていくという形でもいいんじゃないかなというふうに思いますのでこのあたりはぜひね参考にしながら皆さんのトレードに役立ててくださいはいただイーサリアも危険区域でございますネックラインビタいっぱいですねなのでここからはダブルトップに警戒ですよとでダブルトップのネックラインが2 7 0 0 2 0 0 1800 2780かからぐらぐいかなこの辺りがダブルトップのネックラインになってきますのでえここに関してはけえ警戒とでしかもこのネックラインに関してはもうすでに一度ロールリバーサル、ねえー、直近高値に対する裏タッチングロペスのパンパース買いが入ってきている上でのえネックラインになりますのでここ終わってくると、うん、やっぱり直近の安値まで2100ぐらいまで見えちゃうことになってしまうので。 うん、基本的にはここは割らないでほしいなっていう気持ち。これはもう耐えたがる希望です。はい。願望。これはもう3分の1、えーえー、順調な感情です。食われるほどいしても、3分の1も伝わらないですね、えー。伝わらないぐらいの気持ちをこぼれて言っておきますが、2800割れはちょっと嫌だなというところですね。なので、まあ、否定してダブルボトムを作ってくれた方が嬉しい感じですね。もしこの下がってきた場合はね。なので、まあ、2800っていうところは、要チェックラーですございますというところです。はい。そのところかな。 で、えー、もしね2800っていうところは、えー、サポートになって上に上がってきた場合はネックラインがね同じく、えー、3200ぐらい前後になってきますのでこの辺りを上抜いたらダブルボトム形成という形で上に伸びてくるんじゃないかろうかというところでございます。いでは続きましてが要時間視見ておきます。よいしょ まあ基本的にはお示し想定。これはもういいサイ、えー、ビットコインと変わりません。えー、基本的には 25EMA、4時間足の 25EMA との乖離が生まれてますので、このあたりのサポートっていうのは確認しておきたい。で、続きましてが、このね、えー、今回の上昇の、えー、起点となったこのダブルボトムに対してのネックラインですね。ここに対しての、えー、サポートも見,見ていきたい。そうなってくると200、200EMA、200EMA <laughs>、E テムテーって何 ?E テムテーのね、200E テムテ、えーのカラミティも、えー、ウォッチングロペスする形になるので、えー、基本的には1本目が3 3000ちょいぐらい、307080ぐらいかな、5060喜んでじゃない、7080喜んでぐらいのサポートを確認と、3000のね。はいで続きましてが、もう一段下は39780ぐらい、まあ、あと100ドル下ぐらいは、えー、サポートのチェックという感じですね。ででそこまで、えー 割ってきた場合は一度目線を切り替えてもらって2800ぐらいまでは見ていかないといけなくなるのでまあ俗に言うさっき言ってたネックラインですねダブルトップのネックラインであり否定する形で出るならダブルボトムの底の形、ね、になってくる可能性がありますのでこのあたりはぜひねチェックしていただいてロングを取るポイントっていうのを測っていっていただけたらと思いますで2800割れたら基本的にメインにショートで立ち回っていくという感じで僕の中では考えておりますほい では続きましてが、うーん、立法ですね。はい、立法。えー、立法を見ていきますが、えー、立法に関しても、基本的には、えー、まあ、危険区域よりも若干まあ低め。 伸びっってななないい感は否めなかったなっていうとうころですけど、えー、200EMA というところですね、基本的にはまあ若干ね、ま、もう少し上の余地はあるものの、ま、若干の右肩下がりになっている、えー、ダブルトップという形になっています。その場合はネックラインは、ね、0.75ですね。ここはネックラインになりますので、ここを割れ次第、基本的には、えー、下目線に切り替えという形でございます。はい ただ一応ネックライン、えー、割れた後も、えー、0.7ですね。ここに関しては僕はね、ちょっと強めにサポートされるんじゃなかろうかという感じでも見ておりますので、まあ、冷やしレベル、雲の下抜けを、まあ、決定する、えー、ポイント、雲、まあの加減ですね、に差し当たってくるので、ここでサポートなければ、せっかく上抜けた雲を再度下抜けという形で、ま,あ、またちょっとね、えー、悪い方向というか、まあ、ちょっと、えー、イメージ的に、えー、マイナスの方向に、えー、走っていってしまいそうな気がするという感じですね。 はい、ただそこまでにね一応まあ、えー、リップルに関してはここまでグッと上がってきてますから 25EMA 冷やしレベルでね 25EMA50EMA のあたりがまあゴールデンクロス的な形になっているのでまあこの辺りのサポートっていうのも見たいのも含めるとやっぱり0.75が今のところは最有力、えー、サポートポイントかなというふうに僕は考えておりますのでこの辺りは是非ね参考にしてみてくださいはいで一応ね4時監視見ておきますが4時監視だと基本的にねさっき言ってた 冷やしレベルのダブルトップっていうところよりも、えー、なおかつ、ですね、そのもう一段下に、ここですね、ここのダブルトップっていうところが見えてきてしまっているので、えー、ちょっと怖いなっていうところですね、0.77ぐらい、さっき冷やしてみたら0.75がネックラインになってんねんけど、4時間足のネックラインって考えると0.77、この辺りがネックラインになってきてしまうので、もう一段上にネックラインがあるって感じ。なので、まあ ダブルトップ二毛作みたいな感じになってるわけですよ。さっきは冷やしてみたときは、ここが頭。で、もう一個ここに頭があって、で、えー、ダブルトップ決まるかどうかが、ここのがネックラインね。0.75というところはネックラインという形になってましたが、4時間してみると、もう一段、えー、右、肩の中に、えー、再びダブルトップという形になってますので、まあ、ここでダブルトップ二毛作決まってしまうと、ちょっと大きめに下落してきてもおかしくないんじゃねえのっていうところに、えー、なるかなというふうに思います。はい。なので、ここはちょっと警戒ですね。いいよ よいしょ。なので、まあ、0.77から警戒していかないといけないかなっていう感じで、えー、リップルに関しては見えます。で、0.75割れから本格的に下、えー、下目線に切り替えという感じですね。下目線では、まあ、短期的になるかどうかはちょっとわからないですけど、基本的にはショートで取っていくような、えー、短期的に、でえー、スキャルピングはちょっと間に合わないけど、まあ、デイトレードぐらいで考えるのであれば、0.75割れからショートを取っていきたいなっていう感じで、僕は考えておりますので、このあたりをぜひね、えー、参考にしてみて、えー、いただけたらな、なんて思っとる次第でございます。ぺこ。ということでね、えー、 えー、以上でリップルは終わりたいなと思います。はい。では最後、えー、3銘柄、GM ワーグミ。ー GM ちゃんに関してはね、ちょいと悪くないポイントも出てきたがしかしよ。がしかし。うん。あの、高値の切り下げライン抜けれました。ここに関してはすごくいいポイントでしょう。ただですね、今ちょうどね、よちょうどこのダブルトップを組んだところ、まあトリプルトップ、まあ3ゾーンっていう形にも見えるんやけど、ちょっと待ってや、線が見えへん。 線が見えないよいしょほっ、オッケーここね このダブルトップを決めた、まあ、若干まあ右,右肩で出てきてるから、まあ、3ゾーンと言ってもいいでしょうけど、まあ、このネックラインですね。このネ,ネックラインに対しての今、裏タッチングロペスで戻り売りされてますので、まあ、ここに関してはちょっと警戒。この、ね、高値の切り下げラインに対しての裏タッチングロペスで今ね、ね、えー、要線が出てきているので、ここに関してはまだ上の、えー、可能性というのは残しているものの、もしこのままこの高値の切り下げラインの中に回帰してくるようであれば、まあ、結果的に0.0未満。 3つの38、えー、04つの38から39。 まあの4かなこの辺りを試しにくる動きになって今度はこの4時間足レベルでのダブルボトムが組めるかどうかっていうところに、えー、差し当たってくるかなというところですはい、えー、トレンドラインを抜けたものの高値の切り下げっていうのはまだ、えー、現状、えー、起こっておりますのでここに対して安値を切り下げてくるのであれば4時間足レベルでの下落トレンドは継続という形になってしまいますからここに関してはちょっとね、えー、GM ちゃんに関してはいいポイントもありつつ、えー、怖いな怖いな,怖いなっていうね稲川淳二さんもしっかりとここにね、えー、鎮座しておりますので えー、この辺りは、えー、注目しておかれるといいんじゃないかなと思いますただ0.04、えー、つの5ですねここを上抜けてこれるようであれば0.04つの6、えー、この辺りまでの、えー、上昇っていうのは全然見れますよね直近の高値まで見れるとでそこも抜けてくれ,れたら次は0.04、えー、つの8とかまでね、えー、見れるような形になってくるので、まあ、ここに関しては、えー、上抜けを期待しつつ見守っていくという感じでいいんじゃないかなというふうに思います、はいまあ、そんなところかな GM ちゃんは よいしょ。で、見といたらいいかなというふうに思います。はい。で、続きましてが、よいしょ。ジムちゃん。シンボルジムちゃんでございますよ。はい。で、ジムちゃんに関してもね、そんなにまあ悪くないんじゃねえかなっていうところで、えー、見ておりますが、えー、どうやろうなまあ一応、僕の中では0.166。えー、ここ終わってくるとちょっと厳しいんじゃないかなっていう目線でございます。ここに関しては、えー、レジサポー転換もしているポイントになるので、 0.16170.17、えーえーえー、から168ぐらいまでこの辺りでサポートが入ってきてダブルボトムってなってくるともう一度上見れるけどここ割ってくるんやったら結果的に0.14の直近の安値まで割れちゃうんじゃない、えー 目指してて下がっていっいいいちゃゃううんじゃないかなかとううにも見えますので、まあ、この辺りはね、ぜひ参考にしながらえ、ジムに関してもトレードしていただけたらいいんじゃないかなと思います。ダブルボトムが組めれば、もしくはこの辺りでね、サポートが入って上に上がってきて、でネックラインが大体ね、0.182とかぐらいかな、この辺りになってくるので、ここを上抜けてくると、えーまあ、チャンスは、えー、出てくるんじゃないかなというふうに思います。ダブルボトムのえネックライン上抜けという形ですねえ、ブレイクアウトからの上昇という形にも、えー、なるかなというふうに思いますので、まあ、この辺りはちょっと期待しつつ、えー、見守っていこう といいう感じで、えー、ジムちゃんはは見ております、はいまあ、ただすぐ上にね、冷やしレベルの 25EMA とかがねあるので、下抜けてしまってるので、ね、このあたりで、えー、抵抗されちゃうと、えー、ようやくですね、えー、下げ止まりそうだったポイントなんですが、結果的に続落という形を選んでしまいそうな気もするので、まあ、このあたりちょっとね、えー、やっぱり危険区域、まあ、ビットコイン、インスタネーム、リップルと、えー、言いましたが、全体的にやっぱ危険区域であるというところは、まあ、理解しておいた方がいいんじゃないかなというところでございます。ほい でではね最後サンドちゃん行きますえー、っとねサンドに関しては、えー、危険区域なんですが、えー、かなりね強い上がり方はしてきてるなっていう風なイメージで僕は冷やしは捉えておりますまあ高値の切り下げっていうところが えごめんなさい安値の切り上げというところが行われているというところがまあ1ついいポイントで、えー、ここで、ね、直接高値を、えー、更新してくるような動きがあれば冷やしレベルで3点抑えられた前回も抑えられた3点目を抑えられることになって、えー、トレンドラインっていうのが確定してしまった、えー、サンドちゃんなんですがそれを上抜ける形になるのでそれに関してもやっぱりいいポイントで冷やしレベルでの雲の上抜けっていうところも、まあ、カラミティしてくると思うので、まあ、ここに関してはサンドはかなり、えー、上に上げそうだなっていうイメージにはなってきますでなおかつちょっと右肩下がりでは あるもののえ、逆三尊っていう感じにも見えますので、まあ、この辺りはちょっと、えー、ちょっとね。期待しつつ見ていきたいなっていうところです。ただよ、ちょっとね。4時間足に落としますが、4時間してみるとちょっと怖い部分もあって、これに関しては何かっていうと。 ちょっと右肩上がりのね、三存的な形、ヘッドショルダー、まあ、あ位一の三存ですね、が出てきてしまってるんですよね。なので、ここで、えー、トレンドラインっていうところに抑えられて、高値の切り下げがありましたね、冷やしレベルの。そこで抑えられてしまった場合は、えー、右肩を作る動きになります。なので、えー、トレンドラインである、えー、4点、えー、そのまま綺麗に落ちてきた場合4.05ですね、ここを割ってくると、えー、右肩上がりの三存が形成という形になって、えー、もう一段落ちてくるかなというふうに思います。が、まあ、一応ね、直近の安値があるので、まあ、そこまでは サポートを見ていきたいので、まあ、3.87、えー、この辺りは一度サポートはチェックが必要、まあ、なのでショートを取る場合は短期になるかなと思います、はい、なのでまあ背は明確に、えー、逃げ道、えー、逃げ道は最短でという感じですねでサポートラインまでは、えー、ショートを取っていって3.87ですねここのサポートを見ていくとでそこも割れてきてしまうと凡、えー、一段下に落ちてくる可能性があるので、えー、そのまま、えー、ショート持ってるんであれば引っ張ってもいいと思うし、ねえー、戻ってきたところをショート打っていってもいいしという感じでございますはい まあただえ一応ねあの今のところかなりいい。 上がり方をしているような、えー、形に見えますのでこの4.4、えー、ですね、ここを上抜けて直近の高値ぐらい4.8とかまで上げてこれると、まあもう一つチャンスは出てくるのかなというところです。ただ4.8まで上げた場合は、えー、ダブルトップに警戒していかないといけないので、もしここのね、えー、僕の、えー、言っていたトレンドラインの、えー、3.89とかかな、この辺りのピンクのゾーンですね、この辺りの、えー、からロングを持てている方で言えば、一度4.8っていうところは、えー、一旦の利格ポイントになるんじゃないかなというふうにも思いますので、 まあこの辺りでちょっと注意はしておいてくださいよと、はい、いうところでございます。で、もしダブルトップになった場合は3.89この辺りがまあネックラインになりますのでここから落ちてきた場合はダブルトップの形成と。で、一旦下そこを試しにくる2.6とかを試しにくるような動きになってくるんじゃないかなというふうに思いますので目線の切り替えというのは柔軟に的確に行っていただけたらなというふうに思います。はい。 ということでね、今日は以上で終わりたいと思います。今日もね、動画最後までご覧いただきまして、ありがとうございました。えーと、冒頭にも言いましたが、えー、僕のね、使っているか、その通貨取引所、おすすめの、えー、取引所は、バイビットですね。一択でございます、私に関しては。えー、なのでですね、えー、バイビットまだ使ってないという方は、ぜひですね、バイビット一度使ってみてはいかがでしょうか。動画の概要欄一番上にね、バイビットの講座解説用の URL つ、えー、けておりますので、そちらのリンクから、ぜ、え、ひ、ー、講座の方解説していただけると嬉しいです。はい、ということでね、えー、このあたりで、えー、今日は終わろうかなと思いますが、えー今日は 水曜日週中ですね。えー、このね、週末に向けてちょっとね、ブルーになってくる、えー、ブルーマン、えー、ウェンズデーですかえー、な感じですが、えー、ぜひですね、週末まで走りきってもらって、また週末を楽しもうよという感じで、えー、乗り切っていただけたらなと思います。えーっと、そのところでね、はい、ということでね、今日は以上で終わりたいと思います。今日の動画を見て、参考になったの、めになったの面白かったななんて思っていただいた方は、ぜひですね、チャンネル登録ボタン、そしてグッドボタンしてね、応援の方よろしくお願いいたします。また、明日の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。 本日も最後まで動画をご覧いただき本当にありがとうございましたチャンネル登録はこちらおすすめ動画はこちらリアルタイムトレードの情報は Twitter のフォロー質問や応援メッセージはオフィシャル LINE の友達追加もぜひよろしくお願いいたします詳しくは動画の概要欄をご覧くださいそれではまた次の動画でお会いいたしましょうバイバイ